ザ・ AI 対戦会、今回は極寒の地、ケルダーです。参加メンバーはコントレイル、オモン、ドラタカ、テレポンの4人です。それではスタート。さあ、ケルダーは、ちょっと普通と違ってマップ上の2分の1が水というね、それをどう生かすか殺すかという勝負になるかと思います。あとエリアが3つに分かれているので、連鎖が組みにくく、パーミッションが強いというような状況ですね。早速パーミッション、どっちから回るか、北から回るのが一番美味しいか。ボージェスを置いた。ボージェス無属性ブックのように見えます。やはりこちらもパーミッション、パーミ4は必須でしょうか。これはいいですね。ダイスが良くて、水を取れた。こちらはアイロドレイクを火に置けた。いいスタートですね。皆さんなかなか良いスタートであるように見えます。一人だけ、東に行って、水だけど、今、水の土地 1が必要なクリーチャーが2枚あったんで、それを出すために、ウィルオイスプを水に置きました。ウィング、面白いね。ウィングは ST がプラス20になり、さらに先制がつくという、バンニップ、先制70、誰が落とせるんだという感じですね。さあ、なぜかグレムリンも入れていて、風の土地も取れた。これはなかなか素晴らしいですね。地形は合わないが、コーンフォークはまあどこに置いてもいいでしょうということですね。さあ、水に置きたかったが超えてしまった。さあ、置くか。グレンデル。グレンデル対グレムリン。グレムリンの相性は悪いですね。さあ、こちらもパーミッションで一周とりあえずできたという感じか。めちゃくちゃ15マスだって。すげえ走れるね。フライは強いね。8まで出る。のかな、このマップ。しかしクリーチャーが置けない。アマゾンでこうすれば最高だが、隣ちょっと邪魔なんでね、グレンデルがグレムリンに攻めてきたらすげえめんどくさいんで、これは倒しておきたいところだが、守られそう。もう守らなかった。これ取れたのかなりでかいんじゃないかな。しかも40時奪えた。風の土地は属性合ってないんでいらないと見たのか。そしてコントレールは風2連鎖になって、おっとー、やはり、伊豆コカの、このクアンゼを思い出しますね。クアンゼは火、水の土地が多いマップで、そこに対して、属性ダメージで、打ちまくって勝ったというテレポンが、ここのマップでもエクスプロードを採用して、ああ、せっかく隣の、これは苦しいね。せっかく隣のアマゾンでグレンデルをやっつけたのに、今度グレムリンの方が、ヘルハウンドに殴られてしまったという、クソダイスを出されてしまったという感じ。ピース、誰を守るか。ああ、ウィングを外した。これうまいね。ここレベル上げられたら誰も倒せないだろうということで、ウィング外しに行った。しかしクリーチャーがないという。だったらライトクラフト打てばいいのに。お、これはいいところにアンダインが置けた。アンダインは水、戦闘中水の土地かける20の HP なんで、もうバンニップとアンダインで、HP 40ですね。すでに40。めちゃくちゃ強いです。さあ、クリーチャーが出た。ライトクラフト。あまり手札が良くないんで、ライトクラフトで全、すべてのセプターをリバイバルリンカネーション状態にした。さあ、クリーチャー来るか。まあ、来た。侍をどっちかというと置きたかった感じだが、あ、パーミッションが来た。
そういう意味でもライトグラフターは良かったね。ミスルトが来た。これ嬉しい。嬉しいミスルト。さあ、稼げるか。稼げない。5、6、7が出ると 50G 入るんだけど、8が出てしまった。おっと、神竜、カロン、パイレートと。水ブックですね、完全に。さあ、インシネレート。いつかエクスプロード爆発させるような気がする。死にに行くかと思ったけど、行かなかったね。クリーチャーが少なかったんで、これは嬉しい。アイスボールが置けた。アイスボールはやはりみんな置くでしょう。さあ、そしてパーミッション。ライトクラフトからのパーミッション。なかなかいいね。4枚パーミッション入れてたら、これで4枚復活するから。この1ゲームに何回打てるんだろうという感じですね。さあ、ウィークネスは、隣のね、アマゾン殺されそうなんで、ヘルハウンドに打ったと。そして水の土地が取れた。2連鎖。コントレールが土地の面ではいい感じ。さあ、早速エクスプロード打った。許すまじと。全水クリーチャーに20ダメージ。これは厳しいね。水ブック組んできた人にとっては厳しい。他に色を散らしておけばいいんだけど、ホモンは無属性。ドラタカは火属性も入ってるから、まあ一応耐えられるかという感じですね。あ、ない。フライ、フライが早いね。もう誰、一周もして、誰かが一周してもしてない間に、もう二周してしまったという。早い。そして、次のターン、あなたのダイス目は1から3になる。喜ばしいようなことで喜ばしくない。あ、でも待てよ。1、2、3出したら、必ず空き土地が取れるんで、悪くはない。さあ、パーミッション。こちらも一周したから2周目。2周。僕は買わない。僕が買えるところは左だけなんだよね。他は呪いがあったり、上は何もないか。さあ、金がなかったんで、マナで50テレポン。あと W だけ通ればゴールということで。色が合っていない。しかしテレポンは土地は置けてるが色が合っていない。さあ、イミールブラストをどこに打つか。さっき。いや、金がないかな、それとも。パーミッションが先。回りたい。とりあえず周回を。結構でかいダイスが出て、そして置けたら最高だが、置けた。これは嬉しい。しかも、サンサロンに置けたね。でも、色が合ってないミノタウルスだった。さあ、ダイス1から3で、侍が置けたから、これはなかなか良いでしょう。で、次、ホープか、ミューテーションか、チャリオットかという感じですね。さあ、倒していくか。倒されても、倒してもいい感じ。神竜が活躍するとこは見たいが、神竜は水ゴフの、持っている水ゴフの数、イコール神竜の HP、SST なんで、今、水ゴフゼロなんで、弱いね。ようやくゴールしたドラタカ。一番周回が遅かった感じかな。さあ、これは、クリーチャー変えるかな？保管。より強い。イエティにした。さあ、パーミッション。だけ。パーミッション3回打っている気がする。色は合っていないが、コントレール、3連鎖か。ホープいいね。ホープ3枚あるのはちょっと余計だが、クリーチャーが今ないんで、クリーチャーが欲しい。あ、ファーミも嬉しい。フライも嬉しい。置くと、ファーミ打てなくなるんじゃないかな。あ、でももう、ファーミ打った後だから次フライでいいのか。さあ、イミールブラストどこに打つか。打つところいっぱいありすぎて。
アマゾンを殺した。2連鎖アマゾンを殺した。あれで減ってたんだ。これも倒せると嬉しい。だからこれで水が2連鎖になる。南の水が2連鎖になる。誰もまだレベルが上げてないんで、試合の状況がどうなるか全く分かんない。おっと、そうか、ボージェスがあったのも忘れていた。1ターン目にこっそりボージェスどっかに置いてたね。忘れないようにしないと。さあ、殴る気満々。こちらもホープ。手札が2枚を補充されてるのはかなり嬉しい。さあ、クリーチャー来た。硬いクリーチャーが来ました。硬いクリーチャー来た。さあ、誰を殴るか。もちろん殴る。さあ、逆に殴り殺されるか、守られるか。ここ、殺さす。置かれるとガンガン攻められそうだが、守りそう。守ったー。殺さす 140G なんでね、守られると金が辛いんだよね。しかし、残り 10G。10、HP10 となってしまった。やっぱレオナイト強いぞ。レオナイト強いぞ。置くか。カロンの方を置いた。ちょ、もう2連鎖。いやー、それぞれ連鎖を取っていい感じ。X 嬉しいね、これ。お金がなかったところで、パーミン打った後に周回ができる。で、次、フライ打てて、さらに、クリーチャー配置できたらいいが、クリーチャーなかったかな？まだ誰もレベルを上げてないから、どうなるか。全然、試合の状況が読めない。ケットシーでアマゾンを殺しに行く。さっき、ペトリフツォン使わされたから、きついね。ケットシーごときに叩かれるのは。しかも、エクスプロードで、減っていたから、軽くやられてしまった。ドラタカが2連鎖に。いい感じだね。さあ、周回してどっちに回るか。まだまだ空き地はある。で、コロッサス。いやー、これコロッサスチャリオットでコロッサス無双しそうな感じがする。さあ、フライ嬉しいね。水ゴフを買って神竜で暴れたいところだけどね。いや、フライ遅い。おーっと、レオナイトの活躍が見れる。これは嬉しい。レオナイトは自分の ST が自分の配置されたクリーチャー。違う、ST が相手の配置されたクリーチャー。結構多い、60。で、HP は自分のクリーチャー。で、さらにボージェスの応援があるから60、70。コロッサス並みに強い。今、アマゾン捕らえたところだってから取り返して、これは嬉しい。フライ使うでしょ。フライフライ。ああ、パーミーが先。パーミーやってフライ。レベル上げられるところがないんだよね。オープンにするかな、次。どうだろう。またこのペトリフストーンを引いて、さらに、色は合っていないが、水に、火のウィルボービスポイント。さあ、チャリオット。これ、コロッサスが飛ぶでしょう。そうだよね。これ、ペトリフソン使わされるのがきつい。守らないかな。守らないかな。でも、こう、三サロ重要だからね。守りそうな気もするが、どうするか。あ、ペトリフ使えない。金がなかった。まあ、ウィルボーイスプを置いたせいで金がなくなって。熱いぞ、このコロッサス無双してくるぞ。さあ、早速ゴフを買いに走る。そしてクリーチャーを置く。侍捨てちゃうか。これバイミス、誰に打つんだ？一番邪魔そうなやつ誰だろう。ワンニップ強そうと見たか。ダイスはいいね。さあ、どっち行く？さあ、そしてクリーチャーが置けると、お、神竜置いた。置いたけど今0、0、0、0。HP、ST ともゴフの数だから、0、0。さあ、フライ。早いね。テレポ何周目だ。
そしてまた上を回る。レベルが、あ、上げるとこあった。そこを上げれば。これはなかなか落ちないんじゃないか。通常では落とせないと思うぞ。どうやって買うのか。パーミッション来たが、ちょっと金がなくて打てない。次打てるから最高だが、さ、置いてしまうとパーミッションが打てなくなる。金がないね。踏んでしまうときつい。また来た！チャリオット！チャリオット無双。またコロッサスでしょ、これは。違ったー！ミゴールを強打。ミゴールは水地に強打。火風無効なんで、チャリオットに無双されるとすげえめんどくせえ。守れない！うわー！違ってて、レベル上げたら落ちねえだろっていう感じのドワーフだったんだが、落としまくる。落としまくる。もう、コロッサスとミゴール無双。さあ、このコロッサスも横移動しそうな気がする。カードショップ何が売ってるのか。コラプション。誰かに打ちそう。横移動する。来たー。めんどくせえ。すげえ、この侵略っぷり。誰も許すまじ。レイスごときでは守れない。さらに、ボージェスの応援もある。コロッサス、強すぎ。もう一回横移動する可能性もあるし、チャリオットでまた侵略していく、アイスボールいじめに行く可能性もある。いやー、きつい。さあ、僕を買いたい。買わない。買わないと弱いぞ、その神竜が。結構テレポン回ってるから、マナーで金が入りそうな気がする。いくつ？ 150。3周、2周してるか。さあ、ここで何か引くのが、リムーブカースで、リムーブカースはクリーチャーの呪いを解くんで、ピースかバインドミスを外すっていうのは、あんまお不得なことはないような気がする。おっと、空いた土地をこっそり奪う、ちゃっかり奪う。しかし、金がないドラってか 2G しかない、今。なんで、横移動されたりすると落ちる。さあ、なんだ。すべてのセプターについた呪い効果が取り除かれるが、誰にもついていない。誰にもついて、意味ない。さあ、サプレッション。邪魔なのはチャリットあたりか。何が邪魔だ？ドラタカの？パーミッション消した！パーミッション。みんなが周回早くしようとしてるところで。ずるい。全員のブックからパーミッション消えたんで、こっからは足がみんな遅くなる。で、金がない。だから金がある今。必然的に金があるテレポンが、リムーブカース買っといて捨てるんかよ。必然的に今、金が十分潤沢にあるテレポンが有利。けど、そうそう、レベル上げられる土地が、ああ、ミスるといいが、ミスると使う金もない。そこは自分の土地だから払わずに済んで助かった。コラプションどっか打たれるときついね。地面に行く。いや、これも減ってたような気がするぞ。どうだろう。回復したかな、でも。いや、10まで減ってたから、自分の ST で反射で死ぬ。いや、強い。いや、ちょっと、おもん無双だね。今回は侵略がガンガン成功している。テレポンの土地を落とせるかどうかだね。ドラタカとコントレイルの土地はガンガン落としてんだけど、テレポンの土地を落とせるかどうか。いやー、パーミー削られたのは結構みんなきついんじゃないかな。レイスで死ぬ可能性があるか。パーミッションがなくなったら、この場はどうなっちゃうんだろう。足が速い人が勝つ。だからちょっとお金が入って嬉しい。これでミスルトが使えるようになった。使わない。金が苦しいから使わない。レベル上げちゃう。交換か。交換するとまた苦しいと思うんだが。まあ、でも、ボジャーの多いの方が硬いと見た。ああ、ミスルト捨ててまで交換する。これはスゴロクになってしまったね。パーミッションがなくなったから。うわあ、移動。許すまじ。サンサロー許すまじ。ペトリフあったけど、金がないから使えないかな。
いやー、絶対許してくれない。これはきついな。金がないっていうので、アイテム使えないっていうのと、ガンガン攻められるっていうのは、すごいきついね。これ、テレポン対オモンっていう勝負になってるか。いじめない。オージスはみんなの味方。一応、ペドリフ引くんだが。あー、パイロードレイク一番いいのに。捨ててしまう。しかし、フライの方が充実。フライ、パーミッションなくなってもフライでガンガン回れるっていうのはかなりでかいね。そしてこっそり置くが、またコロッサスの餌食でしょちょっとね、デコイがちょっと怖いから交換しとこう。さあ、ミスルトが使えてお金が入ればいいんだが、入らないでどっか踏んじゃうと、売っ払う羽目になるぞ。わあ、嬉しかった。これはお金が入ったから助かった。しかも置ける。これでみんなが567出してくれれば嬉しいが、どうだろう。ああ、バンディット来た。一番嫌なやつが来ました。しかし、隣のパイロドレイクは死にそうもない。また、エクスプロードがいつ火を吹くかっていうところもポイントだね。わあ、これバンニップ並んだ。2連鎖になった。結構北が重要な拠点になっているような気がする。これまた5分を買うとコラプション食らうんじゃないかな。でも買うかな。金があるから。買わない。コラプションがちょっと怖かった。いじめない。交換。冷静だね。ケルピー来た。ケルピーは面白いぞ。しかし金がない。ギリギリ払わずに、どなたか次に周回。ようやく、とりあえず、売っ払わずに。おっと、これ、やっつけるか。自分だった。いや、あげちゃった。それ、隣から移動攻撃来るでしょう。大丈夫か？おっと、グレイス。まだあんまりかな。おー、どなたかミスルトで、なんとか持ち直している。さあ、また置くが、やはり、それでもコロッサスにいじめられるというパターンでしょう。泡グラスいいね。先制クリーチャーにもレイス泡グラスで倒そうという魂胆だったのか。さあ、パーミッションがなくなってすごろく状態。レベルが上がっているのは、ボージェスと、その北のボージェスと北のパイロードレイクだけか。さあ、何を買うか。何も買わない。エクスプロード買ってもいいなと思ったけどね、ここは。ようやくゴールができる。さあ、どこを上げるか。結構いろんなところ連鎖してるから。イエティいいね。火のクリーチャーにも強いし。まあまあ、なんとか、周回できたというところですね。ブーツかな。これはブーツかな。打たないね。そんなに効果がないとみたい。こいつも強いんだが。移動で倒せるか？これ先制持ってたっけ？変身するのか？まさか？バンドルギア降臨するか？来るか？来ない。 あー、違う。先制はないじゃんね。即死決まっちゃったー。即死が80%だからね。ボジョノイめちゃくちゃ強いんだよ。それに決まらなければ勝てたっていうような感じか。買わない。買わない。まだ侵入を。もう侵入上げちゃったよ。大丈夫？コロッサス来るぞ。レイスも来るぞ。レイスは自分か。大丈夫か。おっと、来た。これは撃つでしょう。これは撃つでしょう。きついぞ。それは撃つがまずまだ。さあ、撃つか。さっき撃ったのが随分前だから、そんなに死なない気がする。あ、これでか、あげる。いやー、ここが結構きつい。テレポンが1か？あー、そこの空いた土地を取れた。ケルピー置いたら面白かったが、フェイトを置いた。北も2連鎖になった。南も2連鎖になってるから、なかなか戦えそうな気はする。さあ、みんな続々と周回し始めて、で、まだあげちゃうの？これ横移動で取られちゃうと思うんだけどね。大丈夫か？オージス上げはないだろう。それ以外は上げてもいいけどっていう感じだね。フライは嬉しい。
アイテムは充実しているから、コントレイルは土地は落ちなそうだが、そうね、フライ結構出るね。11は嬉しいね。さあ、どっち行く？しかし、クリーチャーがないという。テレポンも1とか出ると嬉しいが、さすがにエクスプロード打つ。2枚目がいつ来るかだね、問題が。これで死ぬやつはそういないと思うんだよね。だいぶ時間が経ってるから、削れてはいるが、死にそうなやつはいるが、死ぬやつはいない。地形変化する。黄色に変化。連鎖もしてないから、あまり意味はなかったかな。で、イレイジャー。押しに行った。ああ、今の。どっちかというと、ボジャノイレベル上げたかったが、これ倒した方が3連鎖になるから、大事と見た。おっと、バンニップ。まさかの、盾が使えない。そんなことがあるのか。これで北水3連鎖になった。ドラテカ2位まで登ってきた。いやー、こっちの侵略力が高すぎて、怖いんだよね。うわー、殴った。うまい。これが殺せればボージェス安泰。さあ、何を使うか。ギリギリ耐えたって感じだね、これ。だったら、あっちの方が良かったんじゃないかな。ボーパルだったら強打で殺してたんだけど、10残った。でかい。残った10で隣に横移動してくると思うんだよな。さあ、またウィング来た。さあ、ウィングは自分の、またそこだ。そこが、ピースかけられたところが、うざいっていうことで、ウィングは ST プラス20先生。おっと、はまりそうだった。こっちは上げる。ここ上げるけど、エクスプロード出たら死んじゃうぞ。エクスプロード出たら一発で終わってしまうというところがちょっと怖い。もうリリーフいいね。ホープでまた引いてきそうな気がするのが怖い。ドレマ強いな。ドレマそういえば全然見えてなかったね、今回は。撃っても殺せないから行かない。次ドレマ撃つ。さあ、どなたかはよく、わあ、2。これ横移動するかレベル上げするか。レベルアップの方にした。もうで死にそうにも見えたんだけどね。わあ、強い。やっぱブーメランよりも、殴り行くでしょう。うわあ、強い。せっかく地変、300G で地変したのに。土地の数的には圧倒的に、おもんだね、これ。侵略勝ちをしまくってるから。守る気なしだったね。お金が入った方がいいと見たか。さあ、でも上げるところがパイロードレイクぐらいしかないんだよね。色が合ってるところ。あとはいつエクスプロードが出るか。でもパーミッションをサプレして全員周回回復できない状況になっている中で、エクスプロードは相当強いね。さあ、アンダイン上げた。結構このアンダイン強いぞ。80、100ぐらいあるから、ほんとエクスプロードではなければ落ちないんじゃないかという状況になっております。さあ、来るか、来ない。さあ、どれまです。でも優位なように見えたが、まあ、3位。連鎖がないのと、土地がめちゃくちゃ落とされまくってるんだよ、主にね。それがでかいのかなと。おっと、あるエリアの属性のゴフを 10L。これでかいな。でもおかげで、コラプション打たれるっていう可能性もあるぞ。ヒゴフを10得たか、どこのヒだったかな。さあ、イレイジャーで、ウィングが消えて、自分にかかったバインドミスト、自分のクリーチャーにかかったバインドミストも消えた。ね。ちょっと嬉しい。さあ、どうする？金がないぞ。金がないから吸いに行った。あ、違う。これは、ゴフがないからそのまま死ぬか。なぜレベル上げたし。これでドラタカは1位になったが、金がない。さあ、オモン、
窒息物可能性もあるぞ。あ、でも地合いだろうね、ここは。それ。3位試合で 600G。もう1位になった。また殴る。すごいな。すごい。土地の制圧力的にはオモンが1位。ゴージェスが死なないのは強いよな。しかも、エクスプロード無属性ブックなんで、エクスプロードの影響を受けてないっていうところが強いんだな。むしろエクスプロードの恩恵を受けて減ったやつをガンガン殴りまくっているという感じ。おっと、ハマってしまった。コントレール来た。これでテレポンに384入った。さ、イッサーフラッシュ撃つか？違う、エナジーフラッシュだ。エナジーフラッシュ、なんとレベル1の土地にいるクリーチャーをすべて削除。破壊、レベル1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 、全部殺す。ひどい、ひどい。これを狙っていた。自分は死んでもコンフォークで金が入るからマイナスはない。で、自分のパイロドレイクだけはレベルが上がってるから大丈夫。残ったのはもしかするとボージェスと？意外と残ってるな。いやー、めちゃくちゃ死んだ。エナジーフラッシュ強し。あげない。いやー、ここでエナジーフラッシュはひどいな。今まで金貯めてきた土地は何だったんだという話。オモンの土地もだいぶ減ったよね。そして殴るが、そう、水の土地が少なくなってるから結構弱いんじゃないか、これ。しかすると、落ちそう。40ぐらいしかないでしょ。ああ。なぜ使わねえし。ああ、強打できない。強打しないから50で死なないのか。だったら行く意味ねえじゃねえかよ。ボーパルで死ぬんかなと思ったけど、意外と強い。粘り強い。エナジーフラッシュプラスエクスプロードだったとは、めちゃくちゃ強すぎ。そしてまたハマった。きついコントレール、マイナス。その判断を手放すことになってしまった。テレポン圧倒的優位というところでしょうか。こうなると、また一からね、土地を作るっていうのは。あ、でもクリーチャーがいっぱいあるから、どなたかはまだ復活できそうな感じではある。交換するよね。あ、でも金がない。リーチャーはあるんだけど、金がないから置けない。しかもパーミッションが切られてるからね。相当つらい。本だけは殴りまくってチャンスがある気がするね。そこも落ちそうだしね、レモラも。ドレル復活できるのか。クリーチャーがまず引かないと話にならないか。クリーチャーとりあえず引いた。お、しかも、風属性の土地に置けた。これはかなりでかい。はい、いらん。さあ、ここをまた一から育てないといけないという感じ。来たー、エクスプロード。全員死ぬんじゃないか、これは。どうだ？もうでもほとんどいないが、そのユーティーとカロンが死んでしまう。ひどい、ひどい。レモラも減った。これはひどい。ドレマ撃つ方が、ドレマで吸うしかないね、もう。さて、ドラテカはクリーチャーは充実してるんで復活する兆しはあるんだが、パーミッションがないことと、お金がないことでせっかくの土地を売っ払う羽目になる。うわー、そのパイロドレイクを売る羽目になるのはきつい。ボージェスしか残ってないぞ、ボージェスしか。さあ、これは殴るか。もう許すまじ。テレポンの土地は許しちゃいけないというばかりに、テレポン対、オモンという対決になっている。いや、あんだけ土地があったのに、まさかのエナジーフラッシュ。おお、許さね。許さないか？削りはしたと。死ぬわけにはいかないというテレポン。これ、オモン対テレポンの対決になるか。なりそうだ。コントレールとドラテカは 300G しかない。グレイスで金が入りそうな気もするが。5分を持ってるやつがいた。一応周回して、これで土地が
復活できれば、ああ、クリーチャーがない。クリーチャーがないんで復活できる。おっと、テレポンが。シーソルティスだと地合で 200G しか入らんが窒息か？地合だね。受けて、さらに土地を、受けない。いやー、エナジーフラッシュ打ってくれたね。4位ソルティスが打てれば、ドラテカもまだ復活の兆しがある。これで、手札にクリーチャーはいっぱいあるから、配置して配置して、4位ソルティス 800G で復活。惜しい。そこの3サロ取れれば可能性があったのにね。惜しいのは、ファイヤーボルト。水に強打。そこにエクスプロードが売られてるのがまたいやらしいよね。さあ、何を買うか。グレイスもいい気がするんだけど。違う、コラプションもいい気がするんだけど。コラプションで、テルポンにダメージを与えるっていうのも面白い。いやー、クリーチャーが来ね。クリーチャーが来ね。序盤めっちゃ置いてたのに、その辺。価値があるのに、あそこを上げることができる。あ、チャンスあるぞ。レベル3まで上げればもっとチャンスがあるのに。です、来た。です、来た。最近の流行り。と、これは、火にパイロドレイクを置いたらテレポンの価値が決定してしまう。落とせるやつがいないだろう、これ。落とせるやつがいないだろ、このパイロドレイクを。まあ、あえているとしたら、オモンぐらいなんだよ。オモンのコロッサス。あと、ボーバルソード。おっと、土地を取った。ここ確かレベルが高かったんで、うまいね。ホリワード X 使ってうまく土地を取った。いい巣はいらない。さあ、オモンどうする？左上に行くか。下に行った。下に行った。金はある。金はあるが、これドレマが、ドレマを持ってる方が勝ちとなりそうな。さあ、バイミス。あのパイロドレイクに打ってほしい。そこじゃねえだろう。さあ、なんかいいもの引いて勝負になるか。カースで何を外すんだ。外すやつないだろう。です、来た。です。2枚目か。これは上げてしまうか。そう、レベル5。さあ、これ、ハマったら終わる。ハマらなくてももう終わりそうだ。テレポンだけ 3000G。エクスプロードと。エナジーフラッシュは効きましたね。サポーターシールドで守る気満々だが。いやー、でももう、追いつかないだろうなという気はするが、あれが落とせない限りは、落とせる可能性があるのは大門ぐらいなんだね。いやー、フライいいね。パーミッションがなくなってるからな。やっつけた。死ぬのかこれ。今度こそ、あれか？いやー、通用しない。さっきちょうど盾買ったんじゃなかったっけ？これ。そうだよね。盾買ったおかげで。レモラがまたきついぞ。レモラ戦闘終了後に、相手の、コラプションはあった。コラプション割ってくれて嬉しいのは、テレポンだ。さあ、またバイミス。今度こそパイロドレイクに打つか。打たない。なぜ、バイミスのなんか対象が意味不明だよね。毎回。クリーチャーが出ないからな。コントロールきついね。テレポンは足も充実していて。あれを倒すにはデスしかないよね。デス。無理で回っている。めちゃくちゃ回っている。これを置けたら2連鎖。ない。クリーチャーない。アイテムはいいんだが。さあ、いいところが取れた。ここをレベル上げできれば。ああ、ケルピー置いてほしかった。ケルピー置いてレベル上げできたら最高なのに。チャリオット無双来るか。来なかった。
レベル上げちゃうの？上げちゃうの？それは落ちるぞ。誰かにいつか落とされるぞ。イビルブラストっていう可能性もあるしな。取れるわ。ようやくクリーチャーが来たが。がしかし遅い感じ。足が速い。とにかく速い。そして、いざ止まった時用のデスを持っているところがまた強い。これ5分買うんじゃないかな。コラプションなくなってから。買わない。さあ、また上げるぞ。もう一個のパイロドレイクも上げる。いやー、追いつかない。これは追いつかない。エクスプロードボック強し。あと10ラウンド。まだ10ラウンドあれば何かあるか。そこのね、グリンデルを上げて踏ませればという感じではあるんだが。ダイスは良い。ヘルピーでもいいんだけどな、置いてくれれば。さあ、どなたかにミスるとで金が入る。横移動していじめそう。またいじめるんか。もう一回、もう一回守られるぞ、これ。いや、武器あったか？カウンターで守る。グレアムで守る。意地でもこのレモラを許すまじとしているんだが。またこれでカード削られちゃうぞ。さっきはコラプションが消えましたが、今回はブラックオーブが消えた。意地でもそこのレモラ取ってやるというこの姿勢が見えますね。アンチエレメントをかけるのもいいと思うんだが、かけなかったね。あそこのパイロドレイクにレベル5。そしたら落とせる可能性がちょっと出てくるんだけど。さて、でも余裕のアイテムが強すぎる。もし来ても大丈夫なように、ペトリフ、ガセアス、さらにデスデスと来ている。レベル上げそう。2回も攻められてるから、ちょっときついんだよね。もう1回攻めてくるでしょ、これ。しかし、どなたか2000G までなんとか持ち直した。うわー、これきついな。挟まれてるから。支援効果受けるしね。さあ、ドラブと今度こそ。なぜそこだし。まあでも一応レベルが上がってるから。レベル2の、あ、違うか。ドラウトはレベルが上げられなくなるっていうやつだ。さあ、グリンデロを相手にグレムリンでは倒せないぞ。グリンデロは ST30 以下を無効なんで。グレムリンの攻撃は全て無効。削ることすらできない。ドラウトは、今、勘違いしたのはアンチエレメントを打ったのかなと思ったんだけど、ドラウト打ってレベルがその土地を上げられないよってしたんだね。いやー、アイテムが終盤にアイテムが来るのは強いな。毎回ね、毎回出るもん終盤にアイテム来るんだよね。で、落とさせないっていう状況になる。さあ、何を、コンテッセンスとかでもいい。ここ上げるのでかいぞ。ここ3サロだからね。ここは、行きと帰りで2回踏む可能性がある。さあ、ボーデス2枚目は強いが。さあ、5分を買う。ちょっと勝った。グレイス。金をも、グレイスは、五分の 20%、持っている五分の 20% 分をもらう。69G。あんまり、もっとレベル上げしてくれればっていう感じなんだけどね。ここ上げると、でも、チャンスは出てくるね。北が回りにくくなっている。あ、でもそっちから回ったせいで、逆にレベル5とか踏んでしまう可能性が高いぞ。デスはまだいらない。もし踏んだ時は使うけど、みたいな。倒してた。でもタリスマンがあるからまだ大丈夫と。タリスマンとレインボーピースがあるから大丈夫と。さあ、これで水も2連鎖。左も2連鎖、右も2連鎖なんで、割と追いついてきた。2400対3300まで追いついてきた。チャンスある。踏ませればチャンスがある。ボーデス置いた。これでボーデスが強くなる。さあ、コントレールが踏んでしまいそうなところが、しかも、クリーチャーが一応あるんだけど攻撃系がないんだよね。また69G 入るか。あんまり入らないね。自分が5分を買えば入るんだが。さあ、どうする。レベル上げそう。
あげない。さあ、これで落ち、おっと、デスいらなくなったか？まだデス活躍する可能性はあるんだが、軽く超えていった。強すぎる。で、三サロにドワーフを置いたからまた強い。さあ、ドラウトがあるせいで、そこレベルが上げられないが、そこレベルが高かった。で、ケルピーを置いた。さあ、レベルが3のところにケルピーを置いて、一気にドラ高3000G まで来て3400G になった。さあ、どうする？ボーデス攻めるんか？あー。で、ボーデス3連鎖になるのか、これで。しかすると、水3連鎖。来た。いや、わからなくなってきたぞ。オモンも2200、これでゴールして、500G 入り2700まで来た。で、横移動でこれまたいじめるでしょ。じゃ、そこを上げるんかい？ そこを上げるんかい？いやー、これは面白くなってきたぞ。なんと、オモンも 2900G。これだ、ここ踏んでたらもうコントレイルだけ死んで終わってた。2900対3400対3200まで来ている。これは入れ替えて、バイミスを外す。頭いい。ナイスリリーフだね。そして周回。こっちの方が一歩でもお金が入るのが早いか。そして超えて、配置はしない。さあ、どなたかケルピーが、しかしもう遅いかな。誰もこっち来ないかなっていう感じがする。すべてのヒクリーチャーは HP が20回復する。水を回復してくれよって感じだけどね。火は減ってない。さあ、コントレールが1か2を出すとゲームは決まってしまうかという感じだが、5ラウンド遅かった。あ、しかしケルピーハマる人が1人いる。ライトクラフトで一気にアイテムを削って、ワンチャンあるか。さあ、ケルピーに踏むぞ。コントレールじゃない。オモンがケルピー踏んでしまうぞ。さあ、倒せ。しかし侵略ブックだから倒せる。カードは手に入っている。ドラタカの手札に、さあ、ドラタカの手札にアイテムがあるかどうか。ああ、テッコイじゃちょっと厳しそうだが。テッコイじゃ厳しそうだが、一応、行ってみる。アイテム、一応あった。惜しいね。10足りない。アレスとかあったら可能性あったんだが。いやー、ちょっと足りない。で、230払って。さあ、ドラタカが追いつくか。3900対3200。お、フュージョンで落ちる可能性あるか。バイミスからフュージョンで落ちるか。そっちかい。1か2が出ると、でもしかし終わる。超えた。とりあえず超えた。まだ勝負にはならないが、また上回ることでまたハマってしまうぞ、これは。さあ、テレポンがケルピーの方に行ってハマったら可能性はあるが、さあ、ソルティスで、地合いか、また。ライトクラフトのおかげで金が入って、おっと、窒息だ、窒息だ。 HP が減ってるやつが、さあ、全員 HP10 入る。ケルピーが死んだ。うまい。これから歩くっていうところのケルピーがいやらしかったから、窒息を追ってケルピーを減らした。ケルピー落とした。いや、きつい。ドラタカきつい。せっかくのケルピーがなくなってしまった。これで勝ちはなくなったか。さあ、そっちから回るとパイロドレイクハマってしまうぞ。しかし、オーディンランスがあるから、もしかすると可能性がある。チャリオットで。さあ、どこをいじめる？パーミーが先。ライトクラフトのおかげでパーミッションがサプレッションから復活した。ぴったりゴールで、誰かはめるところを上げたいが、上げるようなところ。おお、まだ攻める。まだ攻める。意地でも攻める。レモラ許すまじ。3回目か4回目だぞ、これ。使わせた。しかも、サイクロプスは5手だから、死んでしまうのか。うまい。さらにカード破壊で、デコイがなくなった。このレモラめちゃくちゃ強いな。意地でも死なない。トレイルは、こう、水強だ。パーミッション打つのはいいんだが、クリーチャーがいないとね、水、ウォーターアームルで、もしかすると落ちるかもしれないんだが、おっと、はまってしまったー。残念ながらはまってしまって、これでオモンにまたチャンスが出てきた。
ペルポンは X で軽々超える。いやー、ケルピにはまらないっていうのは強いな。しかし、こっちは結構はまる可能性があるんだよね。おっと、クリーチャーを打って、これで連鎖して、今度はドワーフ上げればという感じ。さあ、超えられるか。はまりそうな気がする。耐えた。とりあえず耐えた。いやー、その、でもパイロドレイクレベル5が落ちるかどうか。さあ、オモンの攻撃は？それは自分だから良いとして、レベル上げちゃったりする？しないか。さあ、全員超えられるか、これ。倍ミスばっか出てくるな。さあ、目の前に撃てばフュージョンで落ちるんだが、なぜそこに撃つ？倍ミスはちょっと、この AI 戦では。おーっと、超えた。とりあえず、なんとか超えて。で、またそっちへ行くとまた踏むぞ。でも、レベル上げて、チャンスを狙う。テレフォンはあと2ラウンドで、そうそうはまらない。X ではまらない。強い。ホーリーワード X とフライがめちゃくちゃ強いな。周回が早くて、しかもはまらないという。で、今度はこっちへ行って、ドワーフを上げるでしょう。いやー、強い。どうにもならん強さだ。エクスプロードもまあまあ決まったし、エナジーフラッシュが強かったんだけどな。さあ、3、4が出ると終わる。3、4が出ると終わる。に、耐えた。耐えた。強い。さあ、オモンも2、3が出ると終わる。2、3が出ると終わるが、超えた。意外とみんな超えるな。さあ、いじめに行く。許すまじと。この土地が落ちたぐらいじゃ別になんともないから。でも守っちゃう。守る必要はなかったと思うが、また次横移動で攻められちゃうよ。こう守ってしまうと。いや、でもこういう時にやっぱりデスなんだよな。絶対落ちないっていうあのパイロドレイク、デスだったら落とせるからな。デスないか。フュージョンはいいんだが、はまってしまった。グレムリンはフュージョン打てず。グレムリンフュージョン打てず。ウォータームルでも届かない。いやー、強い。ダメだー、勝てない。1500払ってしまったー。グレムリン巻物持てないんだよね。だから、コンフォークデスあたりが一番。1500払った。これで勝ちは決まったか。強すぎる。エクスプローズと、エナジーフラッシュ。で、場を制圧して、パイロドレイクで勝つという、圧倒的な強さ。さらに、そこのレベルが上がった土地をスポッと取りそうな気がする。さっき、窒息打ってケルピー落としたところを、スポッと取りそうな気がするが、また X が出た。かまらない。うわー、エクスプロードもう一回撃つぞ、これ。わー、やっぱりスポット取った。強い。これが強者の大豆だ。置かないのかい。 そこレベル3だぞ。さあ、1、2が出ると終わってしまうが、超えた。さあ、どうする。ワンチャンねえな。X 持ってるし、エクスプロードも持ってるから。イサークイーン、今更だ。イサークイーンは配置された無属性のクリーチャーの数だけ HP が増えるんだが、序盤に引いてればよかったんだが、エナジーフラッシュで一掃された後だったらほぼ意味がない。いやー、アストロイクイーンいいね。見れたからいいね。マップ上のアイコンもアストロイクイーン見るのは初めてか。なかなか可愛い魔女という感じ。さあ、グレイスがそんなに稼がないぞ。やはりオモンから 69G とかだった。あんまりもう 96G。ちょっと儲かった。666。気持ちいい。666。なんか不穏だな、コントロール。マナで最後はやった。これが最も自分が有利な、になるような。1、2、3、4。また回った。パーミか。周回も抜群にいいな。圧倒的強さ。どなたか1、2、3あたり出す。おっと、イビルで、さっき窒息かなんか打ってたか、落ちない。そっちか、落ちるのは。
パイロットドレイク40あるから落ちないんだよね。さあ、これで一気にレベル、横移動か。横移動。うまい。イベル横移動。違うんかい。レベル上げかよ。横移動の方が稼いでたような気もするが。あー、ダメでしたね。なんと、テレポン3連勝。誰がこれに勝つことができるのか。はい、クアンゼの時の技と同じ。666いいね。地数が多いところには属性ダメージスペルが効くということが証明されましたね。そして、属性ダメージ。それを裏を書いて水ブックで来ない人に対してもエナジーフラッシュで一掃したという。なんというブックだったんだろうか。素晴らしい。スペル30回も打ってるから、あまり、無駄なターンはなかったということだよね。フライト X が本当強かった。あとパーミッションの出も良かったし。はい。次回は、タリオです。一本道の広いマップということです。また挑戦者お待ちしております。では。